ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね。今立つから。あれ、おかしいな。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕はさ、船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていたな。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ支援、彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばこの秘密兵まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから。どんな、ジャガン、聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？お、そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。 You think? What? Gosh, well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with risks. Yeah, probably. Yeah, well, it aged you 50 years, does that? ここ数日、どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら僕の分も持ってきてほしいんだ。なんて表情してるんだ、相棒。大丈夫。少し休むだけだから。Yeah, he'll be great. He's just gonna go die against this builder.